念としてのキャラであったり、こう、インターネットとか、アニメーションとかゲームとか、そういうものに対する、こう、まあ、偏愛というか、現実にはない、こう、存在、色やフォルムや形が、こう、まあ、より、こう、自分のフィルターを通して、こう、平面として削りできたら、それを自分が見てみたいと思ったんですよね。その没入感や、まあなんかものすごい数のデータを、画像を保存したりしてるっていう、その自分の感性をそのままこう作品につなげられないかなと思ったんですよね。概念としてあるこう神だとか、まあ、モナリザだとか、長く人にこう意識共有される概念としてのキャラクターみたいなものに興味があって、でもこれは長いと言っても人間の感覚だから、まあせいぜい千年に千年というか、その人類史が数億年あったとして、地球の歴史がね、50億年とか60年とかあって、さらに地球の外のね、歴史とか時間とか考えたらもうかなりわけがわかんなくなるんですけど、まあとにかく自分が生まれる確率っていうのはそもそも多分すごいことだと思うんだけど、まあそれは一種の奇跡と言っていいんじゃないかと思っていて、その中に、まあキャラクターというね、概念が何年続くかわかんないんですけど、こう、今ちょうど自分がそこの時期と重なってると、すごい意義を感じさせたいというか、こう、まあある種自分がキャラクターによって救われたみたいなところがやっぱあるので、まあその、まあ単に楽しくいろんなゲームやアニメをこう遊んでいたとかっていうのもありますけど、やっぱり個人的には、その、アートとか、こう、まあ、まあ映画、さまざまな文化、芸術ありますけど、その、キャラクターが登場するコンテンツ、まあゲームであるとか、数十時間こうずっとやったりするわけじゃないですか、RPG とかだったら。その没入感といいますか、そこによって得られた知識や経験や感動っていうのは、すごい糧となっていて、まあ、なんか、なかなかそれを超えるものが自分の中であんまりないというか、こう、だからそれに対する、リスペクトと、こう、なんか その経験を肯定したいという、気持ちがあるんですよね。まあ、他の言葉で言ったらそれは愛情とかになると思うんですけど、まあそういう意味で、キャラクターに対して思いがあるっていう感じですね。うん、粒子とピクセルの関係についてすごい考えてて、まあ同じドットというか点なんですけど、ピクセルっていうのはこう、現実の世界をこう単純化しているような考え方だと思っていて、現実の原子とか分子とかの細かい粒子の世界と、デジタルのこうドットの、まあ、把握できるその0と1の世界、同じような構造があって、こう、まあ、まるで二つの平行世界のようにこう、概念として存在しているんじゃないかなという、まあ、考えがあるんですよね。正方形の作品だと、ピクセルと同じ比率なので、最小単位のピクセルと同じっていうのは結構、ミソなんじゃないかなと。まあ、テーマとも繋がるというか。僕が作った平面データをなして 3D のデータを作っていただいて、その 3D データをもとに下リープで印刷して立体感を表現するという、まあ、工程を含んでいます。まあ、普段自分が作っているデジタルコラージュの中のイメージのその層の重なりがどこが上でどこが下かとかって、まあ実はそこまで考えてなくて、最終的にどう平面で見えるかというところをやっぱり目指しているので、ここが上でいいのかとか、ここが下でいいのかみたいなことをこう、綿密に考えながらしなくちゃいけなくて、スタイリープのその、まあ技術者の方とすごい打ち合わせをして共有して、こうやっていくという作業が、なんでしょうね、その自分のこう作ったイメージをこう、再び深く考えるような作業がすごい必要で、こう、今まで以上に自分の作った画像データをこう、深く知る必要があって、ダイブしないといけない、そのデータ自体の関係に。もしかしたらこのスタイリープでやった時以上に今まで検討を重ねてこう考えたことはないんじゃないかってぐらい、こう画像データに向き合ったような気がします。その一体感というのが非常にこう
精密な段差が表現できる。パッと見だと平面に見えるんだけど、実は立体があるというのはなんかこう、ちょっと認識しづらいみたいな。それがこう、まあ、スタリープのこう、印刷の凄さと、作家によるその、画質の痕跡の残し方、粒子とデジタルのピクセルの関係をこう元にした、私どっちが原作なのみたいな国にこう、リアリティにこう、揺さぶりをかけるような、こう、ことができたらいいなと考えています。